思想で見え鉢が出ました森且行。一番人気もちろんこの人です。9レースの発走でございます。5秒切ります。3秒前、準決勝 B 第9レーススタートしました。ハンデゼロではほぼ同体。10メートル線から5番の山際トップスタート、森も乗る展開。さあここで2番の福田裕二が牧野をまくろうとしています。ここで2番の福田裕二の主導権になりました。森の攻めが早いか。この1周3コーナー一旦待ちました。2番手には牧野、3番手に山際慎介、森が現在4番手。アウトコースから中野がつけています。競争は2周目に入りました。2番の福田裕二がレースをリードしています。1番の牧野がぴったりマーク。さらには5番の山際慎介はどのように攻めるのか。先頭を一瞬狙った1番の牧野でありますが、福田裕二が壁を作っています。先頭福田、2番手牧野、3番手に5番の山際慎介。ここでインコースから森且行、間を割るようにして5番の山際を捉えました。この段階で10メートル線から追い出し統計を握っています。さあトップ争い、打ち放った牧野は再度入りきれません。外から揺さぶるのは森且行。4コーナーの立ち上がり、森のまくり、食い止める牧野。残りは3周回、いったいった森且行が2番手に上がっています。かなり力強い推進力が森にはあります。逃げる福田裕二、仕留める森且行。森がここで先頭に立ちました。2番手は福田裕二、さらには牧野の内を攻めてくるのは6番の中野。4コーナーでは3番手に上がってきています。残りは2周回終盤戦、森が先頭だ。2番手福田裕二、6番の中野の追い足も結構目立っています。さあここで2番の福田を捕まえました。この9レースからはたった1人が優勝戦の切符を手にします。その最短距離にいるのは7番森且行。残り1周ブルーフラッグを通過しました。気がついてみればご覧の大差をつけています。森且行は先頭だ。リードを開いた2番と6番の中野美人、3番と2番の福田裕二。最終コーナーに向かいます。抜群のレース内容、森且行。2番と6番の中野、3番と福田裕二。勝ったのは森且行。1つ目の準決勝から優勝戦。6番の神和田が1番人気。試走タイムは3秒28。スタート一撃が決まるかどうか。スタートまで10秒前です。10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、準決勝 A 第10レース、スタート。赤ランプがついてしまいました。不適正発走です。お客様にお知らせいたします。5番車のフライングのため再発送いたします。再発送まで。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、準決勝 A 第10レース、スタートしました。今度は決まった。ハンデゼロからは古木が好スタート。その古木に福村も乗る展開。最終班からは7番の泉田トップスタートを切りました。神山は最後尾、7番手からの競争になりました。1周3コーナー、まずは中山をパスしていく泉田修介。ついていくのは6番神山、最後方から阿部剛。先頭は2番の古木、古木の逃げ。2番手は福村、そして3番手に増田がつけています。その内を攻め込んでくる泉田修介。泉田がここで3番手に上がろうとしています。さらには僅差で6番の神和田匠。3コーナーから4コーナーでは3番手に上がったか泉田。しかし前のペースが結構速いぞ。残りは4周回、古木の引っ張り。3番の福村もエンジン負けありません。うまく2番の古木についていく展開になっています。おお、隙あらわという感じ。明らかに3番の福村の方が足を余しています。3番手は泉田、その後ろの6番の神和田が上がろうとしています。残りは3周回、古木の引っ張り。2番手は福村がつけています。3番手に泉田修介、内潜り込んでくる神和田、しかし入りきれません。外から4番の中山徹が再度並ぼうとしています。先頭は2番の古木、ぴったりマーク3番の福村、そうして3番手狙ったんですが6番の神和田入りきれない。残りは2周回終盤戦です。古木の引っ張りであります。2番手は福村、このままでいくのか。3番手は泉田修介、外から攻めていくのは6番の神山。わーっとは入りきれない。3番の福村2番手のままであります。そして泉田の外から6番の神和田、健康一滴の曲がり
が決まった。さらにはトップまで狙っている。残り1周ブルーブラック突っ込んでいく。蓋をするのは2番の福るき、アウトコースから福村、インコースから6番の神谷田、トップまで躍り出ました。最終コーナー内側から突き抜けるようにして神谷田が先頭に上がった。2番の福るき、3番から3位接戦ゴール。勝ったのは神谷田。中村雅人が一番人気です。スタートまで10秒前、11レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、準決勝 A11 レーススタートしました。ハンデゼロからは2番のコースから行きまして、秋田は大きく遅れを取りました。3番の山田が1番の秋田を叩いています。そして20メートルからは7番の中村が行きました。一周バック。さあここで4番の掛川をまずはパスして、中村が4番手に上がっています。先頭は高塚、2番手には山田正弘がつけまして、レースはこれから2周回目。トップ争いは高塚を脅かす存在は山田正弘、そして差がついて3番手が1番の秋田、7番の中村雅人がここで秋田のインコースをさばいてまいりまして、さらに番手を上げた中村がいます。そして6番の佐藤裕二は中段5番手、そして掛川最高峰が五十嵐、残りは4周回です。2番の高塚がレースをリードしています。2番手から3番の山田正弘、おっと立ち上がり滑りながらも3番の山田が2番の高塚を捕まえました。3コーナーここで山田が先頭に立っています。これをじっくり3番手から見ているのは中村正人、仕掛けどころを探っています。残りは3周回です。トップに上がりました山田、2番手では高塚、高塚もまだまだ諦めておりませんが、3番手から中村が来ております。ここで高塚のインコースを刺しました。3コーナーから4コーナーでは中村が2番手に上がっています。高塚3番手に交代しました。そこから距離が空いて4番手6番佐藤裕二、残りは2周回終盤戦です。山田、さらには中村雅人との首位攻防戦になりました。ここはスムーズに立ち上がりから一気の推進力、中村雅人が3番山田を捕まえています。先頭に上がりました1番人気の中村雅人、4コーナーを立ち上がりまして残り1周のブルーフラッグ、2番ター3番山田正弘、そして3番ター高塚、6番の佐藤裕二追い込んできますが順位は変わらず最後のコーナーに向かっています。しっかり抜き上げました中村雅人が先頭です。初日の雨、2日目の両走路の準決勝、いずれも勝利で優勝戦進出。11レースの準決勝へ。人気の中心です、若い友和、前回祭から中間着が続いています。そして3番の真中が人気対抗格、2連単ではこの真中からが1番人気になりました。スタートまで10秒前、12レースの、さあゼロ戦のスタート争いが一つポイント。3秒前、準決勝 A12 レーススタートしました。インコースから矢島、そして外からは真中、ここでインコースで相馬も引かない競争でありますが、ハンデゼロからは矢島、真中、相馬の並び、5番の森谷が10戦から好スタート、青木はスタート行けませんでした。最終班からは鈴木清が先手、最後方から若い友和、青木は2番の相馬を競り落とそうとした、その内側から若い友和、レーサー2周回目、あっという間に最終班から、ここで7番の若いが4番青木を競り落として4番手に上がっています。そして先頭争いは真中が矢島をさせるのか、させない、させない、先頭は矢島であります。そして真中2番手の位置、レースはこれから残り4周回、3番手はインコースをついて6番の7番の若い友和が守屋の前まで上がってきています。トップは矢島、2番手は3番の真中、推進力目立っている若い友和が、さあ内側からここで潜り込んでまいりました。残りは3周回、赤い友和が先頭に立っています。2番手には矢島、外から真中のまくり、うわっと受け止める1番の矢島であります。5番の森谷、さらには6番鈴木清というところも、この辺りは2番手圏内に上がろうかというところ、1番の矢島が真中は壁になっています。ここでインコースから鈴木清、
鈴木吉が差し切りまして2番手に上がっています。真中は3番手の位置。さあ2番手争いは鈴木清がリードを作りました。外から真中、さらには5番の森谷が現在4番手の位置。2番手は6番の鈴木清、しっかりインコースを外さない競争を残れば1周ブルーフラッグを通過しています。先頭は若井智和、ご覧の大差をつけまして悠々セーフティーがリードを作っています。2番手鈴木清、真中は3番手、森山4番手。今最終周回第4コーナー、若井がクリア、そして鈴木清の順でチェッカーフラッグを受けました。若井智和完勝。覚悟を決めましょう。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。1番の古木スタートは残しました。10メートルからは山田、そして森の順枠なりスタート。20メートル線は上和田、中村、鈴木清、最後方から魔界、まずは魔界は鈴木清を捉えています。先頭は1番の古木、古木が先頭だ。そして10メートル線から山田、森、後ろの方からは4番上和田が早めに10メートル勢に食い込もうとしております。この1コーナーから2コーナーではまずは上和田、森を突破か、いやいや森まで丸、そのインコースから突き刺してくるのは4番上和田、外から3番の森和幸、森と上和田が並ぶ格好でレーサーの堀4周回。1番の古木は会長にレースをリードしています。さあ2番手からどんどん差を詰めていくのは4番の上和田匠、先頭2番手の間隔は15メートルぐらい、3番手森勝之、4番手は6番の中村、その後ろに山田、若井友和が続いて最後方が鈴木義、残りは3周回。1番の古木はレースをリードしています。じわっと2番手から4番上和田が差を詰めています。さあ先頭争いは接近戦になりそうだ。わずかに古木は先頭だ、わずかに古木は先頭だ。2番手は4番の上和田、3番手は森勝之、4コーナーを立ち上がりまして残り2周回の終盤戦。1番の古木のリードは2写真ぐらい、さあ1写真に縮まった。ここで上和田が内側にロケを見せる。さあ届いてくるか、入ってまいりました。3コーナーで上和田が1番の古木を捉えました。古木は2番手に交代しました。初 V ならないか、残り1周ブルーラック。3番手からチャンスを狙っているのは虎視眈々と森勝之、中村は現在4番手の位置であります。2番手を狙って森勝幸、さあ決死の覚悟で入るか。1番の古木は抑えています。先頭は4番の上和田匠、上和田が先頭だ。まもなくチェッカーフラッグ、勝ったのは上和田。およそ2年4ヶ月ぶり3連勝短式、4番1番3番8420円、35番人気。3連勝複式1と3と4の組み合わせ。注目の結果は？見事優勝しました。通算4回目、今年初 V となりまして、2年4ヶ月ぶりの優勝となりましたが、いかがでしょうか。はい、素直に嬉しいのと、ここまでちょっと苦労した部分があったので、長かったなっていう気持ちで今あります。はい、今年に入って、はい、多くの方が応援しに集まってきてくださいました。この光景見ていかがでしょうか。はい、本当に遅くまで、はい、嬉しいと思います。はい、今年ですね、7回優出されていまして、まあ、7回目でやっとという形になったと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、そうですね、優勝戦前のインタビューでも言ったんですけど今年は、7回も優勝戦乗れてて、ただ参加しているライダー選手だけだったので、ここでやっと7回目でやって優勝できて、素直にほっとしてます。はい、
それでは、まず思想がですね 3.28 でしたけれども、手応えはありましたか？まあはい、若井さんが 2.7 出てたんで、正直ちょっと厳しいレースにはなるかなとは思ったんですけど、はい、自分なりには良かったと思います。はい、それではレースを振り返っていきたいと思います。はい、まずスタート早かったですね。はい、昨日がちょっと切れなかったので、クラッチ1回ばらして、いいスタート切れるようにセッティングしました。2周目山田選手そして森選手をさばいたところ、しびれましたね皆さん。あの時はどのようなお気持ちだったんですか？そうですね、せっかくスタート切れたので、早い段階でいい展開に持ち込みたいと思ったので、ちょっと届いてはいませんでしたけど、はい、勢いで突っ込みました。そして5周目で古木選手をインからさばいて先頭に立ちました。先頭に立った時のお気持ちいかがでしたか？そうですね、正直古木さんに追いついた時にはもう無我夢中というか、あんまり覚えてないんですけど、なんか気づいたら終わってた印象です。はい、そしてそのままゴールとなりました。ゴールした瞬間どのようなお気持ちでしたか？はい、長かったんで、ここまでが、ほっとしてます。そしてウィニングランも温かい声援がありながらになりましたね。はい、なんか久々な感じでした。地元の温かさ感じましたか？そうですね、はい、嬉しかったです。はい、改めて今節1節間振り返りまして、エンジン状態いかがでしたでしょうか？まあ、前節から6日間走って、今日が一番エンジン状態も良かったですし、タイヤも一番良かったと思います。次節は G2 川口記念レースとなっておりますが、こちらもまたナイターで開催されます。はい、はい、自分はちょっと昼間だとタイヤに厳しい走り方をしてしまうので、ナイターの方が自分には向いてると思うので、また応援していただけたら嬉しいと思います。皆さん楽しみですね。はい、それでは最後にですね、ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、遅くまでご来場ありがとうございました。次の、川口記念もこの勢いでいいレースができるよう精一杯頑張ります。応援お願いします。見事優勝しました。